またやってしまったまたやってしまった嫁ハンドクラッシャー定期だ嫁ハンドクラッシャー定期どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。散財系実況者リュウです。さあ、本日なんですが、何をやっていくかっていうとですね、見てください、皆さん。で、夜中、全部プレミアム加工です。全部プレミアム加工です。全部ね。これは、何デッキか。そう、プレミアム、レッドアイスデッキだ来た、これ。ずーっと、欲しかったカードがね、ついにね、実装になったんでね、このカードをね、散財してね、EX 補給めっちゃ貯めて、腐れつきレッドアイスファング交換してきましたよ、プレミアム加工に。で、さらにこいつも、交換してきたんで、ちなみにセレクションボックス、なんか、課金して買うと、なんか、宝玉みたいなやつもらえて、で、その宝玉を使うとなんか、プレミアム加工にできるんですよね、こういうセレクションボックスさんのカードは。で、そういうなんかパワーオブマネーみたいなことすると、プレミアムでゲットできるカードがいっぱい増えるんですけど、今日はこのレッドアイズファングのプレミアムが欲しすぎた結果こうなったっていうデッキをご紹介していきたい。普通に強い。シンプルに強いと思う、このデッキ。結構。で、装備法はガーディアンの力が N とかなんで、なんか強い装備法なんか何でもいいんですけど、SR 以上だったら。デュエルリンクスって SR 以上しかプレミアム加工できないんで、まあ一応デーモンのものにします。はい。これはふざけました、ちょっと。これ若干ふざけました。で、一個言いたいのは、なんかさ、OCG の方でさ、20th Secret とかって、めっちゃかっこいいじゃん。あと、プリズマティック、なんかシークレットレアとか、めっちゃかっこいいじゃん。なんかさ、リンクスのプレミアム加工ってさ、めっちゃダサくない？俺すげえダセーと思うの、このレアリティ。だから、プレミアム加工の、なんか、そのなんかの、光り方とかは、もうちょっとかっこよくして、コナミさんにお願い、これは。なんかね、ダサい。こんだけ揃えて、こんだけ課金した俺が言うわ。ダサい。デュエル3倍。さあ、久しぶりにパワーオブマネーという最強スキルを見せつけてやるぞ。俺はレッドアイズインサイトの効果を発動。レッドアイズインサイトの効果によって、レッドアイズバイバーンを墓地の振り、レッドアイズファングを手札に加えていくぜ。そして、俺は手札よりマジックカード、レッドアイズフュージョンを発動。レッドアイズフュージョンの効果により激レアモンスターと、ちょっとだけレアモンスター、そこそこレアモンスターを墓地の振り、いけ超絶激レアモンスター融合召喚レッドアイズスラッシュドラゴンそして俺はデーモンの斧を装備そしてさらに、腐れつきレッドアイズファング装備ターン終了。そして相手のドローフェイス腐りつきレッドアイズファングを発動。お前じゃねえや、俺様のモンスターに装備しておくぜ。さあ、これによって対象に取ることが2回無効、または相手のモンスターを1回パクるという効果を持っている。最強だ。さあ、どうする。オノマトランスはちなみに対象に取ることがめちゃくちゃ連打してくるからワンチャン負ける可能性ある。ワンチャン死ぬ。まあでもね、これね、ファングがめっちゃ強くて、ファングで相手のモンスターパクると、まあ実質なんかその、それは無理。妨害2回みたいなもんなんで、妨害2回って3回か、対象取ること3回無効みたいなもんなんで、月の勝負無効するでしょ。で、ボルトきついけどね、これシスター召喚ボルトが一番きついか。オノマトランス、はい、ボルトきついな。ボルトきついからパクるしかないんじゃないか。シスター、これマジでシスター召喚でパクるしかないんじゃないか、これ。まあでもサーチいるか、サーチするカードによる。このシスターは結構きつい。シスターでボルトきつい、ボルトきせい、ボルトめっちゃきせい。ボルトパクったら200なんだよな、マジでやばいでしょ。でウィンドだったらパクんないっていう選択肢だね。でボルトだったらもうパクるしかないまである。ボルトだったらパクるしかないまである。ウィンドはまあ、まあ、待っていいか。ボルト最悪持ってるかもしれないけどね、普通に持ってるかもしれないけど、いやでもこれまあそれはいいわ、ま、OK、ボルトないかもしれない。ボルトあったら多分出ると思うんだよな。あ、それこれやってから打つか。でもボルトラアウトしたら、いやーこれは難しいですね。非常に難しい。ウィンドはいい。これね、多分ね、ボルト持ってこられてたら結構やばかったんだけど、はい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 、ピアね、はい、ピアオッケー。でシスター、いいよこれ。多分ボルトないんだったら大丈夫だ。
これ出てきたモンスターをパクればいいんですよ。出てきたモンスターをパクればいい。66でしょ。でも特殊ができ、あ、待ってよ、もう出てきたパクって、番長で、あ、やばいな、普通にシンプルにやられてますんだわこれシンプルにやばい、これもう一回出せるのか。なるほど、トレミス、はい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 。でそれは全然無理だから、全然無理だもんな、全然無理だもんな。いやーこれでもな、蘇生あんだよな。いやーでもこれパクるしかないね、パクるしかない、パクるしかない、これパクるしかない。で番長効果、いや強い、強いって、どんなに強い、どんなに強いの。でもデッドリーがないので、まあ多分これデッドリーは意味ないからあれですね、エクスカリバーくらいしたね。いやきついな、エクスカリバーきついな。ドワードワーフもいんの、いやこのデッキ強すぎだって。どんだけ強いの、どうしよう、え負けんのこれ、俺これもしかして、これこれあの盤面結構強かったけどな。エクスカリバーいいっす、はい、それはもうしょうがないっす、それはもうしょうがない。でエクスカリバー効果使って4000盾になるセットある。いやこれはやばいよ、あ忘れて、忘れてたもん、最強カードあんじゃん、忘れてたわあれ忘れてたな、あれ忘れちゃった、あれいいですか、いいですか、おい神ゲー起きたかもしれん、神ゲー起きたかもしれん、来たこれやった、神ゲー起きたかもしれん、だろデーモンの来た、対象効果め、対象体制めちゃくちゃつけられるところで、でこうしてく、それはどうデモンズチェーンは全然無理、全然無理、効果発動もういらないからこれ作ってる。ほんででですね、いやーでもこれ1回向こうだけか。でもさ相手のさトップヘッドでしょ、ヘッドからさ対象取らずに無効にしてくるカードってあんまないと思うんだよ。でまあとりあえずこれレッドアイズブラックドラゴンはそうしておこう、こうしとく、ヘッド1枚からさ、なんかやばいカード起きた、えあったっけ、3800で対象取らない、ワッチコールで無効にしてくる、エクスカリバーはさすがに1枚でしょ、よし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 よご予想、俺はレッドアイズフュージョンを持ってくるに加えて、そしてゴリ押ししていけ、いくぜレッドアイズフュージョン、レッドアイズフュージョンの効果によってレッドアイズブラックドラゴンと連続オンザデーモンズチェーン、いいだろっしゃー、あぶねーあぶねー、ガイアオリジン最強か、ガイアオリジン回答だったわ、レッドアイズスラッシュドラゴンを融合召喚、ヌーモンスターを召喚、現れろ、しゃあこれが金の力だ、これが This is power of money My power of money Battle face ダークメガフレア、ウォホーいやこれで終わりだ、やはりね、行けレッドアイズファングとかいう修学旅行のお土産はね神カードです、ね、対戦ありがとうございました、ちょっともう1枚向いてくるわ、あのカード EX 砲撃でもう1枚向いてくる、さあ終わりました、デモレゾ、デモレゾ、まあ先行ちょっと狡猾とか忠告とかやめてほしいなって思ってるんですけど、どうですか、伏せなしで、伏せなしで頼むわ、ゴールリゾレーター、いやこのリゾレーターデッキで先行のね伏せカード強いとちょっと面倒くさいんだよね、デモンズレゾナスいいでしょう、さあクリムゾンリゾネーターだを、見せつけるワイルドマインド持ってくる、クリムゾンリゾネーター特殊、ワイルドマインド特殊からの2100いっぱい出てきて、なんかポンポンはいいわ、ポンポンポンはいいわ、ポンポンスクポンポンスクポン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 スクポンポンスクポンポンアクセルホッパー、皆さんアクセルホッパーって知ってますか、僕エンタの神様世代なんで、まあ、あの辺の番組いっぱい見てたんですけど、アクセルホッパーマジで面白かったんですよね当時、ポンポンス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 ポンポン、おバカなダンスとおバカなリズムがどうちゃらこうちゃらなんちゃらだみたいな、でなんか やばい芸人がいたんですよ、今何してんのかな、アクセルホッパー、俺のターン、ドロー、
装備カード欲しい人生だった。これこれめちゃくちゃ装備カード欲しい人生である。とりあえずレッドアイズフュージョン、レッドアイズフュージョンで一回様子見るパターン。中国なにやるじゃん。なるほどな。これもう一枚打てるよね、確かですよね。よし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 、もう一枚打てるんだな。もう一枚打てるんだな。レッドアマケンで、でレッドアイズスラッシュドラゴン、うん、ほいでスラッシュドラゴン融合召喚、そしてさらにレッドアイズインサイトの効果も発動。レッドアイズインサイトの効果によってレッドアイズライトニングロードエビルデーモンを墓地に送り、もちろんファング持ってくる。対象トルコが2回無効&パクリカードは多分強い。でセットセットカードを捨てる。でセットバトルフェイズ、バトルフェイズ、バトリングフェイズ。これどれ殴ったらいいのか全然わかんない。これでいいのかな。いやライジングは別に残してなかったか。ライジングは残してなかったな。これワイルドワインド捨てられるのか。またあこれあれだね。これえこれん、まあ、ターンエンドするしかないか。これ何をお前のターンだ。クリムゾンかな。クリムゾン殴るが正解かもしれないね。トラップ発動、クリムゾン殴り正解。どっちにしてもな、なんかスキル発動した。そうだね、クリムゾン殴りが正解かもしれない。ちょっとね今のはプレミかもしれない。何を殴ったらいいかちょっとよくわかんない。教えてくれ。多分クリムゾン、ワイルドワインド。そうだね、ワイルドワインドで、リゾルタ持ってこられてワイルドワインドまた特殊されるからあんま意味ないんだよこれ。もう一回される。まあでもリソースを削るって意味ではまあワンチャンあるけど、結局、ダークレエンドドラゴン出されてダークエンドがいなくなってクリムゾンだから、まあでもあんま変わんねえな。どっちでもクリムゾンリゾルタはいいわ。はい、あんまあんま何を殴ってもあんま変わんねえ気がするわ結局。さあでクリムゾンリゾネーターを見せつけて、これでワイワイちゃん持ってきて、ワイワイ特殊で、レッドライジングからダークエンド出してきて、ダークエンドパクればいいから大丈夫で、ダークエンドはパクればいいから大丈夫で、ワイルドワインドはいい、まあ、それは全然いい。で月の章、月の章は辛いね。月の章は辛いね。ワンチャンしかもスピリッツあるしね。スピリッツあるのは普通に強いと思うわ。で、まあ、もし万が一やられてしまっても、まあ、スピリッツで蘇生するっていうパターンと、あと、スピリッツでエビルデーモンを特殊召喚してなんか次のターンぶっ殺すっていうパターンだから、まあ、それはいい。で、ロックしてレッドライジング効果で戻っていくのは別にいいでしょ。でダークエンド出してもいいよね。はい、いいよ。はい、いいよ。レッドライジングいいよ。いいよ。レッドライジングいい。でレッドライジング効果、レッドライジングドラゴンの効果発動で、墓地のレッドリゾネーターを特殊召喚も別にいい。でレッドリゾネーター特殊召喚効果発動回復も別にいいか。ここもスルーだね。なんか意外とプリングある。いやレッドアイズラッシュドラゴンで結構プレイングがあるっていうか、レッドアイズデッキって意外とプリングあるよね。装備カードの枚数しか対象取ることが無効にできないから、それは全然いいでしょ。で2100でしょ。で2100、からの楕円、楕円してくるのも別にいいし、あとか上から殴られても別にいいもんねこれね。やっぱこのなんかレッドアイズファングとかいうこの修学旅行のお土産めちゃくちゃ強いんだけど、こうやってさ、ダークエンドだったらパクればいいし、ハチしてきて、インフェルニティはパクればいいし、あとあれだもんな、3500のやつ出してパクればいいもんな。めっちゃ強くないこれ、ま、このカード最強じゃん。ダークエンド、あ、やべ、やべ、タイミングない、間違えたこれ。あれやばい、俺、連打してたらなんか、連打してたらやばいことしたかもしれん。ま、え間違えたかこれ。鎖付きレッドアイズファング、やばいやばいやばい。これパクったらどうなの。パクって相手パクって、これどことも死ぬやつ。耐えたー。あぶねー。あ、500ダウンしながら、あ、わかったんだ。このカードの攻撃終了後500ダウンしながら500ダウンさせないといけないんですよ。だから、まあ、とりあえずライトニングエビルドームに行くけど、これ多分ダウンできないから、除去できないんだ多分。完璧じゃん、プレイング。
プレイング完璧やったわ。まあ知ってましたけどね、まあ知っていましたけどね。デーモンの効果発動、そしてレッドアイズインサイト効果発動、レッドアイズライバンを墓地のグリー、もちろんレッドアイズファングを手札に加えていくぜ。強え、最強だ、なんて強いんだ。反転召喚ガイアオリジンバトルゴー。はいはい、最強はい、最強はい、最強。対戦ありがとうございました。まあ、プレミっぽい感じにしたけど実はプレミじゃなかったっていうね。知ってたけどね俺は。お、とんがりコーンじゃん。とんがりコーン、とんがりコーン、なんだこれ、聖地か。レッドアイズインサイト、まあ、これフュージョン持ってくるしかねえな。フュージョン持ってきて、でレッドアイズフュージョン発動、レッドアイズフュージョンの効果によってレッドアイズスラッシュドラゴンを融合召喚。あ、今ライトニングボールも狙ったかもしれないな。もちろんあれあるしな、スピリットあるしな。まあでも反動なくなるんだよな、スラッシュって弱えよな。まあ今でもエビデンもなかったかもしれないな、スピリットあるし。さあ本田君、サイキックリフレクター。なるほど、サイキックリフレクター、はいはい、バスタービースト、なんだこのデッキ。さあバスタービースト効果、ほう、バスタービースト効果、バスターモードサーチ、いい、あ、いいよ。で取引、なるほど、なんか見たことあるデッキな気がするんだこれ。あ、でも取引ありがとう、なんか見たことあるような気がするんだけどこれ、気のせいですかね。なんかさ、これさ決まりそうなんだけど大丈夫っていうだから、やべえ、大ケロ死んで、やばいやばい、いや分かったわ、やりたいこと分かった、あ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 れな、あれな、お前よく頑張ったよ、これ決まってたのかな、フレアね、はい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 。いやこれスピリッツしたらね、多分ねシーンできないんだよねこれ。多分かわいそうだけど、わかった、お前のさ、お前のその頑張りに免じて俺食らってやるよ。わかった、お前頑張ったよ、お前頑張った、あれだろ、なんかなんだっけ、ドッペルゲイラーだろ。お前頑張ってよく。めちゃくちゃ頑張ったな、よく決めたわ。 あれ成功率えぐいんだよ、あのデッキ。出た、全自動レッドアイズフレアメタルワンケル。うるせえわ。すごいでしょ、詳細がね、聞きたい方はぜひ私の過去の動画を見てください。ワンキルレッドアイズデッキ出してるんで。いや、お前よく頑張った、グッドボタン押そう。